ここが馬宿町か。確かこの辺りのはずだが。あの、すみません。この辺りに畠山さんのお宅があるはずなんですが。え？ご存知ありませんか？畠山一馬さんのお宅を探しているんですが。そうですか。どうも。畠山さんってあの気味悪いお宅でしょ？あなたどういう関係の方ですか？あ、いや、昔の知人で。5人の名前の人形。お社様、お社様。これのかむどこに社のみけみきを捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らくを。
平らげく安らげく聞こしめしてお社の大神の高き広き生かしき。どちら様ですか？畠山正雄さんですね。はい、あなたは？私、こういうものなんですが。警察が何の用です？うちに何か？あ、いえ、ただお話を伺いたいと。何の話ですか？こちらのご家族は雛見沢出身だとお聞きしました。話すことは何もない。お引き取りください。お社の大神、お社の大神、これの神床におわす、かけまくも賢き、お社の大神、お社の大神の広き厚きお恵みを、かたじけなみ祭り、かしこみ、かしこみ。仕方がない。出直すか。どなたですか？うちに何か。畠山よし子さんですね。それが何か？あなたはお嬢さんの葵ちゃんだね。うん。私、こういうものなんですが。え？何のご用でしょうか？うちのものが何か？ちょっとですね、お話を伺いたいと。何のお話でしょうか？
こちらのご家族は雛見沢出身だと。話すことは何もございません。お引き取りください。ちょっと待ってください。私はただお話を伺いたいだけなんです。お時間は取らせませんから、どうか。あ、おじちゃん、警察の人？え？あ、おじちゃん、おじちゃんは悪い人を捕まえに来たの？え？いや、違うよ。私たちは困った人を助けに来ているんだ。あのね、葵ちゃん、何も言わなくていいの。葵ちゃん、何なんだ一体。お社の大神、お社の大神、これのカムドコにおわす、かけまくもかしこき、お社の大神、お社の大神の広き厚きおめぐみを、かたじけなみ祭り、かしこみかしこみ。ああ、お疲れ様です。おかえりなさい、赤坂さん。うわ、すごい汗。
ラちゃん。またね。また次の機会にでもゆっくりお話ししましょうね。今日も暑かったですからね。明日は雨が降るみたいですが。ええ。すみません、お邪魔してしまったみたいで。ハハハ、赤坂さん、それちょっとお気遣いが過ぎるってやつですよ。私とまどかちゃんはそういうのじゃありませんから。これ本当ですよ。そうですか。それは失礼しました。話も別に大したことじゃないです。ちょいと人生相談を引き受けていただけですよ。彼女のね。人生相談？うん、多分遅かれ早かれ赤坂さんもお聞きになると思いますがね、彼女もうすぐ結婚するんですよ。それはおめでたいことですね。ねえ、確かにいいお話です。ただその結婚にはお姉さんが猛烈に反対しているらしくて、現在もまだ延期中なんですよ。それで悩み相談ってわけです。お姉さん、見ない警部がですか？しかし、そんなに反対するってことはよほど相手が悪いんですか？いえいえ、相手は人格、社会的地位ともに立派な人ですよ。なんて言ったって警察署の署長さんなんですから。はい、そのまさかなんですよ。あの山沖署長さんがまどかちゃんのお相手ってわけだし。だから赤坂さん、彼女に変なことしたら間違いなく血を見ますよ。いや、そんなの考えたこともないですよ。まあその件は今度ゆっくりお話しするとして、どうでしたか、そちらの方は。馬宿町の何軒かの家、どこも留守でしたが、畠山という家ではかろうじて家の人の顔を見ることができました。と言ってもほとんど門前払いですが。畠山さんね、確か70過ぎのじいさんがいる家でしたっけ。で、何か話してくれましたか？やはりというか、何も話してはくれませんでした。収穫はゼロです。そうですか。
やっぱりね。予想はしていたつもりでしたが、老人だけでなく若夫婦も子供もです。誰も頑なに口を開こうとしない。どこの家も同じですね。口を聞くどころか、まるで疫病神みたいな態度ですか。ええ、まあ。その話を聞きに行って自分がたたり扱いとはね。なシャレにもなりませんな。何かどこかの方から口止めがかかっているとか。それはわかりません。もっとよく調べてみないと。それよりも気になったのが魔除けですね。魔除け？ちょっと他では聞いたことのないような薄気味悪い祝詞を唱えたり、外壁にお社様の文字を書きつけたり、面用というか、なんというか。お社の大神、お社の大神、これのカムドコにおわす、かけまくもかしこき、お社の大神。確かにまあ見ていて気色のいいものではありませんね。ああ、あれですか、赤坂さんも見たんですね。ええ。それじゃやはり大石さんも。私も見ましたよ。そして壁に何やら読み取れない呪文、いわゆる祝詞とも延々と書かれていましてね。お社の大神、お社の大神、これのカムドコにおわす、かけまくもかしこき、お社の大神、お社の大神の広き厚きお恵みを、かたじけなみ祭り、かしこみかしこみ。大石さん、おお、お疲れ様です、ともいちゃん。今日も暑かったでしょう。ええ、そうですね。今日は留守も含めて6軒回ってきました。あ、夕食まだなので、失礼してもよろしいですか？ええ、どうぞ。
お腹空いた。どうしました？赤坂啓示。え、いや、別に。あ、すみません、啓示。実は歯医者に行ってて、昼食取りそびれてしまったので、その分もっと。やっぱり、ハンバーガーが好きな女って、変ですか？ん？何か？ああ、いえ。そういえば、見ない警部。何か変わったことはありましたか？なんというか、あったというよりも、変わったことばかりで、少々面食らっています。そうそう。自分が今日調べてきた対象者の中には、生贄の儀式をやっている家がありました。生贄？身代わりというものでしょうか。鶏か何かの鳥を屠殺して、何羽かをまとめて庭の木に吊るしていました。住民たちの話を聞いていると、何でも、たたりを代わってくれる、おまじないだそうで。何ですか、それは。詳しい話は、直接聞くことができなかったんですが、ちょうど、木に鳥の死体を吊るしている現場に出くわしましたので、壁越しに様子を伺ってきました。そしたら、老人の声が聞こえてきまして、許しておくれ。わしらの身代わりだ。許しておくれ、わしらの身代わりだと。要請を受けて保健所には連絡したんですが、鳥だと食用の場合もありますから、注意くらいしかできないそうです。自分としてもどうにも対応に困った次第で。許しておくれ、わしらの身代わりだ。許しておくれ、わしらの身代わりだ。許しておくれ、
わしらの身代わりだ。お社の大神、お社の大神、これのカムドコにおわす、かけまくも賢き、お社の大神、お社の大神の広き厚きお恵みを、かたじけなみ祭り、かしこみ、かしこみ。写真もいくつか撮ってきましたので、今現像に回しています。出来上がったらお二人にもお見せしますよ。赤坂啓示？え？はい。すみません、薄気味の悪い話を聞かせてしまって。あ、いえ、それはいいんです。むしろお社様のたたりがここまで得体の知れないものだったのかと、どうにも釈然としなくって。お社様って神様は、本来村に住む人間が結束するためのただの象徴的な存在であったはずなんですがね。人形とか生贄とか、そんな古臭い祭礼の作法、もうとっくの昔に廃れたもんだと思っていましたよ。あったんですか、以前は。ばあ様の時代にね。かれこれ40年以上も昔、赤坂さんも巴ちゃんも生まれていなかった頃の話ですよ。まあそんな様子じゃ、私たちに情報提供なんて断固拒絶でしょう。ここも沖の宮と同じかもしれませんね。あ、いえ、それでも少しは収穫がありました。移り住んだのは5年前なんですが、雛見沢に在住していた祖父を去年に引き取った畠山という家に行ってきまして。畠山？そうだったんですか。すみません、うっかり同じところを回ってしまったみたいで。いえ、それはいいんです。それよりよく話が聞けましたね。確かあそこは二人ともかなり非協力的で、私は完全に空振りだったんですが。ええ、息子夫婦は全然ダメでした。ただ近くの公園で見かけた女の子が偶然その家のお孫さんということで、少しだけ話ができたんです。ええ、その葵ちゃんです。公園で友達にいじめられて泣いていたんですよ。いじめられていた？はい。それでどんな内容ですか？はい、それが
葵ちゃんの話ではどうやら一馬氏の誕生日だったようです。心身の状態も良好ということもあり、よしこ氏の仕事の都合も偶然ついたので彼は2週間の期限付きで家に戻ってきたとの話でした。本当は今日センターに戻る予定だったのですが、明日に延期したようですね。今の状態で戻せば最悪入所を拒否される可能性もありますから。見ない警部、これって次回は私たちも同行した方がよろしいでしょうか？あ、いえ、私もここに来るまで迷っていたんですが、どうも葵ちゃんの話では一馬氏は少々自閉的になっているそうなので、次回も私一人で聞き込みをしたいと思います。お二人の話を聞く限り、雛見沢の人たちのお社様信仰は相当深いようなので、センターの関係者も含めて慎重に行うつもりです。そうですか。ただ手応えがありましたらすぐにポケベルへ連絡します。すみませんが、赤坂警視と大石さんは残りの別件をお願いできますか？わかりました。もし何かありましたらいつでも呼んでください。すごいですね。すごいでしょう。見かけによらず健胆感なんですね。大した女性です。本当に。いやー、全く。あの子を見ていると父親のことを思い出しますよ。父親？見ない警部のお父さんも警察の方だったんですか？過激派の山荘籠城事件でご一緒しましたが、捜査員全員が長期戦でへばっている中、一人だけカップラーメンを何杯もかっくらってね、胃袋が鉄でできているんじゃないかと本気で思いましたよ。しかもその翌日の突入で裏口から逃げ出した主犯格の一人をぶん投げて確保しちまって、警視庁にもすごい奴がいるもんだと感心したもんです。ええ、生きていれば赤坂さんの上司になっていたかもしれませんね。絶対こいつは偉くなるって確信してたんですが。あ、あ、いやいや、すみませんね。柄にもなくしんみりしちゃいましたよ。いえ、そんな。大石さん、見ない警部のお父さんは亡くなられたのですか？ねえ、事故です。いや、むしろ殉職だと思っています。殉職？それって
よりにもよって。藤田君と花田君、ヤジ馬のラインをもっと下げて。安藤さんは機捜の速水さんを呼んできてください。はい。ほら下がって。あそこ邪魔だ。速水さん、容疑者は助かりそうですか？大石さん、すみません、通ります。殺人事件現場の馬宿町から小畑清宅の現場検証を報告します。被害者は畠山和真氏で、死因は失血死。胸部と頸部の数箇所を容疑者の持参した文化包丁で刺された模様。他に本日午後6時過ぎ、馬宿町の小畑清容疑者宅を訪れていた畠山和真さんが、突然包丁を持って襲いかかった容疑者に襲われ、死亡しました。被害者は畠山和真さんで、小畑容疑者の向かいの家に住んでおりました。なお、小畑容疑者は犯行後に自ら凶器を喉に突き立て、自殺したとのことです。たった今続報が届きました。小畑容疑者は7年前柿内市に移住するまでは、先日大災害のあった雛見沢村の隣町沖宮に住んでいて、畠山さんとは数少ない友人関係にあったそうです。この事件について警察の発表は、勝間氏の家族には被害が及んでいないようです。ただ事情聴取を行うには動揺が激しくて、何とも。姫さん、大変だ。こっちへ来てくれ。速水さん、それは本当ですか？間違いない。
菅谷には山村課長と高屋敷が、沢渡りには刑事二課の連中が向かったらしい。いずれも死傷者が出て、容疑者は犯行現場で自殺している。菅谷って、今日私の言った、まさかそんなことって。どうしたのですか、見ない警部。菅谷で一家無理心中事件が起こったそうです。自宅に放火して、被疑者は家族ともども焼死したとのこと。他にも沢渡りでは介護センターの大浴場で数名を巻き込み、自らも死亡。それって、まさか。菅谷は私が調査に行ったところです。そして沢渡りは私ですね。おそらくそこは私が会ったばあさんのいる介護センターでしょう。やっぱり。じゃあ今日起こった事件の容疑者はみんな日南沢出身者ってことなの？なんで？警部？大石さん、これは一体どういうことでしょう？どうですかね。赤坂さん、偶然だと思われますか？